10月はワールドスター第2弾アニバで誰撮るんですか。どうもプロスピオンリーワン芸人の大野太陽です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。ルール始まりました。実写動画ということでね、今日10月1日でございます。いよいよ今年も数えるとあと3ヶ月ですか。早いですね。早いです。まあね、ここからまたね、僕はプロスピエース頑張っていきたいと思うんですけども、まあ、なんて言うんでしょう、10月っていうとプロスピやっぱ一番暑いのかな。まあ今絶賛、OB 第1弾が絶賛、盛り上がり中ということで、まあ、大盛況ですよね今ね。ランキング走ってる方もね、まあ多分かなり辛いんじゃないかなとは思うんですよ僕。はい、ぜひともねランキング走ってる方頑張ってください。僕はね、去年のお正月、今年のお正月でね、落合さんとってね、ランキングの痛み、苦しさ、知りましたんで、もう二度とランキング走んないです。辛いよね、辛いですよね。お正月ひどかったよ。落合さん、王さんいたから、ジョージ・マッケンジーいたから。まあ、今回はね、吉野部さんと、掛布さんとね、あと山崎武史さんがいっぱいいるんで、まあ、今回も多分、お正月同じぐらい、やばいんじゃないかなとは思うんですけども、ぜひ皆さん頑張ってください。で、ぐらいね、まあ、今月の話に移りたいんですけど、まあ、その前にね、昨日ね、ワクチンの2回目接種してきました。はい。でね、今日多分副反応出て、動画もお休みしなきゃいけないかなとかね、生放送もできないかなとかって思ってたんですけど、今のところ、これ今ね、午前中に撮影しております。はい。今日動画出すんですけど、午前中に撮影してて、今のところ何もないですね。まあちょっと、夜中、熱、ちょっと出たかなぐらい、ちょっと、夜中起きたんですよね。寝てたんですけど、ちょっと起きて、目が覚めて、なんかちょっと、熱あるかなぐらいの感じで。で、もう一回寝て朝起きたら、まあ全然問題なかったんで。まあ腕だけっすね。痛いの。腕だけ痛い。てな感じでございます。はい。皆さんね、ご心配おかけしました。このままね、全然問題なければ夜、生放送。今日の夜、累計回収。はい。OB 第1弾。吉野部狙うぞ。お願いしますよ。見てくださいね。お願いします。生やりますんで。ね。ということでね、本題に入りたいと思います。まあね、アニバ、ワールドスター第2弾、ね、目白押しなんですけど、僕の予想では多分ワールドスター第2弾が先に来るかなと思っております。はい。で、去年は、打者大谷くん、打者大谷くんが来ました。で、僕はそこでね、回しました。はい。もちろん、打者大谷は取らないといけないだろうということで回した結果、1年経った今でもガチお題にしております。ということはやっぱりワールドスターは僕が引いた方がいいよなとは思いますね。ワールドスターってやっぱりメジャーに行ってる選手が出るわけだから、メジャーに行ってるイコールやっぱり日本ですごい成績を残した方々ってことで、まあ能力も申し分ないし、まあ言うたらよ、言うたら、まあ今年始めたばっかりとかの人はまだあれだけどさ、どんどんこう年月が経つにつれ、大谷君だったら、まあ、まだメジャーでやるでしょ。だから A ランクもね、どん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 集まってくると思うんですよ、何年後かにね。で、まあもちろん原突コーチぶっ込んでもいいし、ぜひともね、そこは第2弾誰出るかによりますけど、僕の予想第2弾は投手大谷か打者大谷が来るかなと思ってます。はい。まあ打者大谷来てほしいけどね、アニバ前だからあんまり回さないと思うんですよ皆さん。アニバにやっぱエナジー取っておきたいんで、そういう時にじゃあ誰出すかっていうとやっぱ大谷くんかなと思うんですよね。まあ僕打者大谷くん欲しいし、あとね、投手大谷も欲しいんですよ。で、あ、でも投手大谷は今僕持ってるんで、去年の。まあ最悪全然いいんですけど、あと有原さん欲しいんですよね。そう、有原さんも今ガチオーダーのローテマ持ってるし。で、あと、秋山選手もちょっと欲しいなと思ってて、結構欲しい選手いっぱいいるんですよ。そう、だから結構多分僕回しちゃうかな、ワールドスター第2弾。多分打者大谷か投手大谷来ると思うんで、僕は回します。はい。
多分ね、まあ誰かによるけどね、来るのはもちろんそれはね。で、アニバ、アニバはね、僕そんなにね、正直欲しい選手ってあんまいないんです、実は。そう、第1弾第2弾で確定で取れますっていう話じゃないですか。でも僕そのアニバに出てる今回投票選出されたメンツ、見たんですけど、そんなに欲しい選手いないですよね。てか持ってるんですよね、もうシリワン持ってて、スピ100ぐらいしか上がらないんだったらそんなに。まあ僕結構リアタイ勢なんで、リーグガチ勢の方はスピ100差でも結構重要だと思うんですけど、リアタイだとね、多分スピ100ってそんなに、違わないかなっていう感じなんですよね。まあもちろんスピ100上の方がいいけど、まあそんな感じなんで、僕は無理に狙わないかな。まあ唯一村上宗隆くんが欲しいかなっていう感じですね。まあアーチストに変わるんでね、シリ2から。まあそんな感じかな。あとは、誰だろう。藤浪投手とかも欲しいなと思ったんですよね。藤浪投手は僕、無課金の方では持ってて、まあ TS なんで、まあ継承はしないと思うんですけど、メインの方は未所持なんですよね。なので、中継ぎとしても使えるし、まあ、ストレートがシュート回転するかしないかによってもちょっと違うんですけど、まあ、藤浪くんは欲しいなと思ってます。はい。だとね、宮西投手欲しかったんだけど、今、去年のシリーズずっと使ってるんで、宮西投手欲しかったんだけど、アニバから漏れたんで、そんなにね、もうあと欲しい選手っていないですよね。まあ、ギータも欲しいけど、もちろん。でも、スピ3700持ってるし、で、あと、アニバって第3能力が変わるんです、特殊能力が変わるんですよね。まあ、これみんな知ってるか。例えば、柳田選手だったら、第3特殊能力にチャンスってあるんですよ。で、チャンスって結構いい能、あの特殊能力で、僕的に、スピ3700のチャンス持ちのギータか、スピ3800の、チャンスじゃない、チャンス持ってないギータ。どっちかなって考えたときに、僕はね、やっぱチャンス持ちのギータかなって思ってて、まあシリワンでもいいかなと思ってて、そんな感じなんですよね。そう。ただ、やっぱアニバのいいとこって、60連で確定で取れるんで、まあ言うたら村上宗隆くんが60連で取れます。で、じゃその過程で10連、20連、30連、40連、50連で、他の選手が当たるかもしれないっていうのがめちゃめちゃいいんですよ。そうそうそう。それがめちゃめちゃいいの。で、あと A ランクも出るしね。そう。なので、ぜひとも、アニバ、まあ僕は多分、第1弾か第2弾、どっちか回します。どっちか回すと思います。村上宗隆くんの方ね。なので、ぜひ、皆さんね、ワールドスターアニバ迷ってる方いらっしゃったら、僕はアニバ、まあ、選手揃ってなかったらアニバ引くことをお勧めするかな。やっぱアニバは確実に取れるんで、なんていうの、侍ジャパンで出る選手、本当、強い選手が確定で取れるっていう、まあ、大チャンスなんで、ぜひともその選手持ってない方はアニバ引いた方がいいかなと思います。はい。で、僕は、選手、メインも無課金ももう揃ってるんですよ、実は。だからアニバってそんなに、なんかあんまり、恩恵がないというか、なので、僕は OB 第1弾にぶっ込みました。無課金もぶっ込みました。はい。明日は多分無課金の30連の動画出ると思うんですけど、ぶっ込みました。はい。なので、ぜひとも、僕はね、OB 第1弾に使っても、選手揃ってたら使ってもいいと思うし、バルト世代2弾で使ってもいいと思う。アニバは全然スルーしてもいいと思う。選手揃ってたらね。で、あと、リーグガチ勢の方はスピア上げたいだろうから、まあ、アニバ引くだろうけど。僕みたいなリアタイ勢はそんなに、侍で取ってる人もいるしね。なので、まあ、そんなアニバは、あれかなと思いますね。で、11月は選択契約書も来るんで、まあ、そこまでにはね、やっぱエナジー貯めておきたいですよね。まあ、そんな感じでね、10月は本当一番暑い季節だと思うんで、プロスペースも。まあ、OB 大社に今来てるしね。で、ワールドスター第2弾で大谷くん来るかもしれないし、で、アニバも控えてるしね。ぜひともね、皆さんエナジーはご利用、エナジーのご利用はね、計画的にお願いします。課金しすぎるなよ。去年の10月、松坂大輔に18万使って、
大変なことになったぞ俺。やめなさいよ。そう、あとね TS サイリンが多分来ると思う。そうそう、去年の今頃僕松坂さん弾いてるんで TS サイリン あると思うんですけど、絶対に弾かないように、絶対です、お願いします。ということで、今月10月ですね、実写動画終わりにしたいと思います。今日明日明後日、まあ3日間ありますけども、金土、生放送やりたいなと思っております。はい、まあ今日はメインの累計歌手で、明日多分無課金の方の累計歌手もやりたいなと思ってるんですよ。その無課金の方の累計歌手もやりたいなと思ってて、あとルーム戦もね本当はやりたいんで、ぜひともね、見に来てください。今日は、とりあえず累計生放送やりたいと思います。高橋由伸撮ります。よろしくお願いします。見てね。